일기부끄러 왔고요. 기사팬 가려고 합니다. 오늘 진짜 더워요. 반바리티 사러 왔습니다. 너무 더워가지고 필요하더라고요. 今日は今週買ったものを簡単に紹介していきたいと思います。まずはさっき多分動画にも出てたと思うんですけど、ユニクロで T シャツを購入しました。この前の動画でも多分紹介した T シャツなんですけど、最近気温が35度ぐらいでかなり暑いので、もう T シャツ1枚で過ごす季節かなと思って T シャツを購入しました。今回買った色はネイビーと黒と白、この3色をラージサイズで購入しました。次がスニーカーを購入しました。モデル名はスーパースターヒューマンメイドっていうアディダスとヒューマンメイドのコラボのスニーカーを購入しています。この前もアディダスとヒューマンメイドのコラボを買ったんですけど、その時はスタン・スミスとコラボを購入して、今回はスーパースターとのコラボを購入しています。でこれはストック X で購入して、だいたい1万8000円ぐらいで購入しました。でこれの定価が多分2万円ぐらいするんで、少し安く買ったのかなっていう感じですね。で
今回白のスーパースターを購入しました。レールを見ると後ろ側にヒューマメイドのロゴが入ってて、とこの3本ラインのところでヒューマメイドでよく使われるアイコニックのフォントが入ってるっていう感じですかね。アディダスは最近はプラザとコラボして、次がグッチで、その次が最近バレンシアガって感じで、いろんなブランドとコラボしてるんで、これから来るんじゃないかとか言われつつも、そこまで伸びきってない感じがまたいいのかなと思って、このタイミングでアディダスを購入しました。あとはナイキと比べると、ナイキのスニーカー履くと結構俺ナイキ履いてるぜみたいな、結構主張が強い感じになるんですけど、アディダスの場合はそこまで主張が強くなくて、コーディネートした時にうまく馴染む感じ。最近僕の好きなファッションとしてはアディダスの方が合うのかなと思って、最近もよくアディダスをチェックしています。またナイキが好きになるかもしれないですし、他のブランドが好きになるかもしれないですし、なんかその時その時で楽しめるのもまたスニーカーの魅力なのかなと思って、今はアディダスを楽しみたいと思っています。で最後に、この前買うか買わないかすごく迷ってたザラのジャケットをオンラインで購入しました。この前お店で見た時は4000だったんですけど、オンラインで見たら3000になってたんで、少し安く購入することができました。で着てみるとこんな感じです。この襟の部分がそこまで高くないのがいいなっていうのと、なんかデザイン的にもミニマムな感じでデイリーで使いやすいのかなと思って購入しました。今履いてるパンツとちょっと合わない感じがするんですけど、今回買ったものでコーディネートしてみました。なかなかいいショッピングができたのかなというふうに思ってます。오늘일단전시회갈거고요그리고밥먹으러가려고합니다여기미술관진짜오랜만에온것같아요近代美術館。전시를봤고요카페에가려고도쿄까지왔습니다지금가려고하는카페는전에또가려고했었어요근데그때는못찾았어요오늘전시간있으니까찾아보도록하겠습니다
I left the keys under the front door mat. Though it won't be long until I roll on. Please allow me to love you like my last. My slumber got disturbed. Oh.